3本のベルト。今年最後の三冠戦は時代の流れを勢い決めるノルカソルカの大一番です。あの 5.1 東京ドーム大会で川田に敗れてから半年、虎の仮面を脱いでから最大のピンチを迎えた三沢にとって三冠喪失は計り知れないダメージでした。勢力図が大きく変わった全日マット、無冠のエースが名実ともにエースの座を取り戻すべく日本武道館のブルーのマットに立ちます。チャレンジャー三沢光晴。頂点を目指し続けた青春の握り拳はこの日本武道館の天井に向かって何度も何度も方向を上げました。場内に流れるピアノの調べはそのまま霧の彼方にある新しい時代へと誘う序曲となるんでありましょうか。小橋健太入場。3本のベルトを巻くことはすなわち全日マットの頂点に立つこと。しかしエースと呼ばれるその時まで小橋はベルトを持ち続けなくてはなりません。青コーナーでリングの上、三沢が小橋の入場を待ちます。新しい時代の到来は日々目の前の敵を倒すこと。その敵が今日チャレンジャーの三沢光晴。98年10月31日が小橋健太の生み出した革命記念日となり得るか。3本のベルトを束ねた男小橋健太がゆっくりと日本武道館のリングに姿を現しました。チャンピオン小橋健太。98ジャイアントシリーズの最終戦、日本武道館大会のメインイベントは今年最後の三冠ヘビー級選手権試合です。この試合は赤コーナー小橋、そして青コーナーは三沢。この三沢が 5.1 東京ドームで川田に敗れて以来半年ぶり4度目の体感になるかという三冠戦。一方の赤コーナー、3本のベルトを持っている小橋健太、これまで秋山そして田上の挑戦を退けまして今日が3度目の防衛戦になります。第19代の三冠チャンピオン小橋健太です。3本のベルトが一旦本部席に戻ります。今年最後の三冠戦、日本武道館は16,300人、超満員札止め状態となっております。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。ラウコーナー挑戦者255ポンド三沢。エースの名をかけて三沢ミスカルチャレンジャー。中コーナー三冠ヘビー級選手権者270ポンド小橋健太。ベルトと時代をかけて小橋健太チャンピオン。レフェリー和田恭平。リング上にはオレンジそして緑色の紙テープが五色、いや七色の紙テープが投げ込まれております。60分一本勝負で争われます。今年最後の三冠戦、第19代三冠チャンピオンの小橋健太、今宵3度目の防衛戦。チャレンジャー三沢光晴、半年ぶりの三冠体感なるか。決戦のゴングが鳴った。左チャレンジャー三沢、そしてチャンピオンの小橋、ファーストコンタクトはどう出るか。すでに組み合う前から割れんばかりの声援です。日本武道館静かにお互いの出方を伺います。チャレンジャー三沢、チャンピオン小橋組み合った。リングの中央がっちり組み合って、チャンピオンの小橋がロープにはチャレンジャーの三沢を追い込んでいきます。切り返した三沢、また返した小橋、クリーンにゆっくりとブレイクします。ジャイアント馬場さんの解説でお伝えしてまいります。馬場さん、今年最後の三冠戦は本当に大きな意味の大一番となりましたね。そうですね、まあ、両者ともにねコンディションが良さそうですからね。そうですね、非常に体の張りもあります。そして何といっても両者のこの
気迫、みなぎる表情、それがこの一戦にかける重み、価値を物語っております。ブロックしてローリングで壊した、エルボーを打っていった三沢、ロープに飛んで巻き上げていった小橋、返していった三沢、足を取って、さあスタンディングのヘッドロック、三沢が小橋をロープに投げた、ショートアタックルは小橋、返す方の小橋はどう出るか、ロープに飛んで抱えて、あ、パワースラムで落とした、カバーに入った小橋、ツーカウントです。お互いがお互いの動きをよく見ています。守る立場の小橋、そして取らなければいけない三沢、どちらにとっても非常にプレッシャーのかかるまずは立ち上がり、お互いがお互いの動きをよく見ていました。三沢は 5.1 東京ドーム大会で川田に敗れて9度目の防衛戦に失敗して三冠の座から落ちています。一方の小橋はその三沢に勝った川田の初防衛戦の相手、6月12日日本武道館で川田をラリアットで下して第19代の三冠チャンピオンに返り咲いています。2年前第16代の三冠チャンピオンの小橋、その時にベルトを奪われたのが三沢、そういった面でのベルトの取りつ取られつの、そういった因縁もこの2人にはあります。三沢の左の腕をロックして小橋が膝を落としていきます。60分一本勝負で争われます。ジャイアントシリーズ最終戦の今年最後の三冠戦です。チャンピオンの小橋はその第16代チャンピオンの時には田上を破って2回の防衛に成功しました。しかし3回目の防衛戦、三沢戦に敗れましてベルトを奪われております。ここまで小橋そして三沢、三冠戦を通しての戦績は3戦三沢の全勝です。三冠戦という舞台においてチャンピオンの小橋はまだ三沢に勝ったことがありません。そういった意味でも馬場さん、今日は小橋にとってはなんとか勝たなければいけない一戦ですね。そうですね。腕をひねっていきますチャンピオン小橋、静かな立ち上がりは腕の取り合い、一回転して三沢エルボー、安い兵で小橋、この辺りは無理に負荷を言わしません。四天王の一角同士の三沢小橋、もちろんお互いの手の内、技の流れ、試合運び、そういったものはもう十分に熟知しています。チャンピオンでありながらエースと呼ばれる三沢を倒して真のエースの座をつかみ取ることができるか、チャンピオンでありながらその気持ちはチャレンジャーの小橋健太であります。ですからそのチャンピオンとはいえ小橋が積極的に仕掛けて攻め込んでいかなければいけませんね。そうですね、まあ、ねこれは技なんかはね、両者も本当に小橋も三沢に劣らない技もあります。はい、けどもちょっとあの数が最近少なくなってるんですよね。数が少ない、試合の流れ、それはあのチョップが多くなったといいますかね、ええ、それはいいことかどうかは分かりませんけどもね、はい、本人はどう思ってやってるのかは分かりませんけど、なるほど。ただこの小橋は10月の24日後楽園大会でアルゼンチンバックブリーカーの要領で脳天から落とすという凄まじい技をこの三沢を相手に放ちました。そしてそのまま三沢からフォールを奪って、このジャイアントシリーズ、シリーズ中に2回三沢から3カウントを奪っています。この三冠戦に臨む前哨戦の段階では圧倒的に小橋が優位に立って臨んだこの三冠戦です。腕を取り合ってリストロック、スタンディングの体勢、バックに回ってチキンウィングフェイスロックの体勢、スタンディングで持っていく小橋健太、足をかけて川瀬落とし、前哨戦の段階で精神的な面でも優位に立っている小橋、三沢としてはそのタッグマッチながらフォールを奪われたという精神的な影響はどうなんでしょうかね。そういうものはね、タッグマッチ ですから、そうね、気持ちの上で響くようなことはないと思いますね。そうですか。1対1三冠戦、60分一本勝負のチャンピオン小橋、チャレンジャー三沢です。でも小橋にしてみれば三沢からホールを取ったのはもうこれで結構回数が多くなってきましたからね。そうですね、小橋にしてみれば自信がついてきたかもしれませんね。はい、
過去シングルマッチのこの両者の対戦成績で見ますと11試合行って小橋が1勝9敗1引き分け、つまりその小橋は三沢にシングルマッチではまだ1回しか勝ったことがありません。去年のチャンピオンカーニバルの期間中でした。ただ最近の実績戦績を見ましても全く五分の状態でこのリングに上がっています両雄です。小橋にとっては新しい時代を築かなければいけない非常に高い壁となっているこの三沢、そして現在無冠ではありますがずっとこの全日マットのエースの座を守り続けてきた三沢、まさにエース頂点に立つものを決める今宵の三冠戦であります。力比べの体勢、攻め込んでいる小橋それを切り返そうという三沢、この表情だ。ぐっと奥歯を食いしばっている。小橋が返させません。おっと顔面にヒット、ショルダータックル、一瞬の気も抜けません。三沢さんがどのくらい苦労してエースで居続けたかを間近で見てきた、そう語る小橋健太です。エースという名のその重責十分に分かっている小橋健太、ただ三冠のベルトを取ってここまで2回防衛、自身最高の3回目の防衛に向けて今日最も高い壁の三沢に相対していますチャンピオンの小橋。三沢をロープに振ってキッチンシンク、ブレンバスターの体勢だ。三沢こらえる、抱え上げた、高く抱え上げて、まだ落としません。滞空時間の長いブレンバスター、今落下、カバーに入ります小橋。三沢は 5.1 の東京ドーム大会で川田に敗れた後2シリーズ連続で休場となりました。その期間一歩距離を置いてこの全日マットを見続けてきた三沢、この全日マットの勢力図、流れが小橋中心に傾きつつあるところを今日のこの三冠戦チャレンジャーという立場でなんとかその時代の流れをもう一回三沢に引き戻したい。このリングに立つ三沢のその胸中はおそらくそうあることに違いはありません。膝を痛めて2シリーズ連続で休場の三沢、しかしその存在感は十分すぎるほど今シリーズでも発揮してまいりました。おっと膝を当てた、小橋の額に三沢の膝がヒットしました。手下げりチョップを振り下ろします小橋健太、後頭部のあたり、おっと三沢立ち上がってエルボー、逆水平エルボー、逆水平を打ってエルボーのズシンという響く音がこちらの放送席まで響いてまいります。さあこの表情だチャンピオン小橋、ローリング下下げにもう一発打った、首を押さえる三沢、チャンピオンでありながらもチャレンジャーの小橋健太、三冠のチャンピオン、そして時代のチャレンジャーの小橋健太、ローリングの手下げりチョップで三沢を倒しました。首の根元にぐさっと決まったローリングの手下げりチョップ、60分の一本勝負は10分が経過しています。去年のこの10月、同じくジャイアントシリーズの最終戦に行われました三冠戦、チャンピオン三沢対チャレンジャー小橋、この試合は昨年度の年間ベストバウトにも輝いています。それだけに非常に内容の濃い三冠戦、おっと返す方、そのままショルダータックルを浴びせました小橋、フライマスターの体勢だ、抱え上げてニュートラルコーナーのトップに据え付けた、さあこれは小橋のセカンドロープに上がります、エルボーで迎撃、三沢トップ手下げりチョップ、小橋もセカンドロープに足をかけた、三沢がまだコーナーのトップにいるぞ、なだれ式で持っていくか、エルボーで三沢迎撃、小橋倒れた、さあ三沢がまだニュートラルコーナーのトップにいるぞ、小橋が背中を向けている、ミサイルキック、小橋立ち上がった、ショルダータックル、エルボースピンキック、
さあ小橋が場外、それを見た三沢が今距離を測っている。1回転しておっとそのまま場外へ、エルボー打った。立ち上がりから非常にお互いがお互いの動きをよく見ています。そうですね、ですからこの辺から裏の書き合いですよね、お互いにね、何が出てくるのか分かってる、技を知ってますからね。そうですね、場外の小橋に向かって今三沢がスライディングキック、まだ小橋が場外にいる、三沢が伺っているぞ、ここを越えて、あーっと旋回式を持ってきました。三沢場外戦に持ち込んでまいりました。練りを加えて場外の小橋に飛んでいきました三沢。序盤はその腕の取り合い、足の取り合い、非常に静かな立ち上がりだったんですが、この辺りからどうやら試合が動いてきそうです。今日はこの日本武道館、会場前から200人300人と長蛇の列を作って、今宵のメインイベント三冠戦、小橋対三沢の試合を見たいというファンが本当にたくさんの列を作っておりました。去年の年間ベストアウト、三沢がニュートラルコーナーのトップに立った。小橋がまだ背中を向けているぞ、わーっと背中から当たっていった、カバーに入った三沢、チャレンジャーの三沢です。三沢が積極果敢な空中戦を仕掛けてまいりました。小橋との三冠戦は3戦全勝、そういった実績の裏打ちがあります。三沢巻きつけラリアット、小橋の太い首に巻きつきました。三沢が今宵の試合で小橋を下しますと4回目の三冠大冠ということになります。これまでの通算防衛回数は三沢19回、前人未到の19回の防衛を誇っています。ミスター三冠チャンピオンの三沢光晴、その三沢が半年間この三冠ベルトを手放しています。ベルトを取りますとあの 5.1 東京ドーム大会以来183日ぶりになります。三沢本人は最後のチャンスのつもりでやるということをはっきりと語っております。空中戦を仕掛けた後に静かなまたグラウンドの攻防、スイーパーホールドの体勢に入りました三沢です。小橋があのアルゼンチン式の垂直落下落としがあります。一方の三沢にもあの三冠戦秋山戦で見せたエメラルドフロージョン、まだ一度しか公開していないあの技が今宵また出るかもしれません、あるいはタイガードライバー91、そういった秘密兵器が今日の試合の決め技になるかもしれません。チャンピオンがやや劣勢に立たされています。エルボースマッシュ三沢、小橋の鼻っ柱を狙っていきます。すでに両雄の体には大量の汗が流れ落ちています。98ジャイアントシリーズ最終戦の日本武道館、今年最後の三冠戦です。ジャンプしてチンクラッシャー、顎を砕きます。小橋の動きが若干鈍くなってまいりました。和田恭平のカウントは2、15分が経過しています。あ、今の顎砕きでちょっと小橋の唇が切れたか。ペースロックに入りました三沢。三沢がこうやって徐々にスタミナを奪うという作戦に中盤出ましたね。そうですけどもね、まだ小林だってこの程度のスタミナではね、参りませんからね。そんなに、まあ、ただ三沢という選手をどの程度小林が意識しているかですね。それによってね、やっぱ精神的にその苦労しているとね、はい、やっぱ息も上がりますからね。過去の対戦成績あるいは実績戦績で見ますと圧倒的に三沢優位、ただそれを跳ね返すだけの今年に入っての小橋の躍進があります。第19代三冠チャンピオンの小橋、羽織り固めの体勢に入っています。グラウンドの攻防上になっている三沢、チャンピオンが攻め込まれています。
あるいは長期戦を睨んでの攻め方になっているんでしょうか。三沢今はひたすらにその攻撃に耐えています。チャンピオンの小橋、逆水平、この逆水平で活路を見出すか。逆水平にはエルボーがあります。三沢、小橋が崩れ落ちる。ロープを背にしたチャンピオン小橋、サードロープに腰掛ける体勢になってしまいました。ブレンバスターの体勢だ。こらえるチャンピオンの小橋、切り返した。バックに回った三沢、ロープに飛んだ小橋、ドロップキック顎の先端、小橋が場外だ。さあ三沢もう一回飛ぶか、三沢がもう一回飛ぶか。一回転エプロンから三沢、あーっと撃、小橋の足が待っていた。三沢のストマックのあたりにぐさりと突き刺さりました。三沢の体が黒字に曲がった。ミスがね、これもね、三沢は上から来ましたよね。小橋は下からですからね、小橋が仕掛けたんですけども、小橋もやっぱりダメージは大きいですよ。そうです、ちょっと今小橋も足のあたりを抑えています。ぐさっと突き刺さったんですが、そのやはり重力の関係もあります。上から来ている三沢の重さにちょっと小橋の足が耐えられたかどうか気になるところではあります。さあ場外戦仕掛けていくのは小橋だ。鉄柵を使って首を据え付けた。ギロチンを落とした。もう一回行く、あーっと喉仏がこの鉄柵に当たる音が聞こえました。首を抑えますチャレンジャーの三沢。もう一回場外に降りました小橋です。三沢の後頭部を掴んでエプロンで小橋は、あと今度はセカンドロープを使ってギロチンドロップ。徹底してこの三沢の首に攻撃の照準的を絞りました。もう一回助走つけてギロチンだ。首筋を抑えますチャレンジャー三沢。果たして4度目の体感になるのか。半年ぶりのチャンピオン復帰なのか三沢。一方のチャンピオンの小橋、時代とベルトをかけてバックドロップ。首から落ちた。もう一回首を向いて掴んでいる小橋、バックに回った。へそで投げるバックドロップ、カバーに入った。チャンピオン小橋スウェーカウント。小橋の目はまだ生きています。時代を取るための三冠戦だ。無冠のエース三沢が真のエースに戻れるか。チャンピオン小橋は真のエース足りるか。徹底して首に攻撃の的を絞っていますチャンピオンの小橋。首への攻撃、手を緩めることはありません。第19代三冠チャンピオンの小橋、ベルトと時代をかけての三冠戦です。さあこれはフェースロックの体勢です。三沢の首に対しまして場外の鉄柵あるいはロープを使って徹底的に的を絞りました。小橋のこの上腕53センチというあのマーク・マグワイヤーよりも太い腕が三沢の首そして顔を襲っています。さらに絞り上げます小橋。チャンピオン攻める小橋、耐えるチャレンジャー三沢。さらにひねった。今年最後の三冠戦は来年度の真のエースを決める大一番となっています。今シリーズに入ってタッグマッチながら2回三沢からピンフォールを割っているチャンピオンの小橋、勢いに乗ってこの三冠戦に臨んでいます。バックに回った、バックに回った、投げスジャーマン、投げスジャーマン、立ち上がった三沢、終わった、スリーパーホールド。三沢の勢いを止めます。
れだけの技を食らいながらすぐさま立った三沢もすごいんですが、またその三沢の動きをよく見ています。チャンピオンの小橋、ちょっとこの小橋の表情が馬場さん青白くなりつつありますよ。三沢の表情はちょっと危険な表情です。そうですね、まあ小橋はここが攻め時ですからね。そうですね、そうですね、ちょっと血の気が薄くなりました。三沢の表情、チャレンジャー、そしてエースの三沢が大ピンチだ。場内は三沢コールに包まれております。三冠戦、エースの名復権をかけて臨んでいる三沢光晴、極太のこのスイーパーホールドに捕まっています。また体勢を戻して十分な体勢に持っていく小橋、しかし立ち上がろうという三沢、さらに巻きついて自らのその上体の力も加えてのスリーパーホールド、あっと自らの頭で顎を砕きました。ドロップキック、低空で打った。圧倒的なパワーでこの三沢のスタミナを奪っています。逆水、あっと脳天に打っていった。かろうじて2カウント、チャレンジャー三沢、真のエースの座をかけて争われています今日の三冠戦。抱え込んだ小橋、リングの中央十分な体勢、上げて丸め込めるか、いやいやいや、そのまま、あ、そのままボストンクラブの体勢だ。小橋がよく見ている、本当に落ち着いている小橋、そのままの体勢でボストンクラブに入っている。このままグッと腰を落とせるか小橋、これはね、まだ小橋が十分じゃないですよね、三沢のももを掴んでるのは、ただこういう切り返し、小橋が本当に冷静ですね。馬場さん、三沢はなんとかサードロープです。通常ですとあのまま小橋が切り返されそうなところだったんですが、そのまま両足を掴んでのボストンクラブ、三沢としてもその得意の切り返しがことごとく封じられております。ニーリフトを当てました小橋、ニュートラルコーナーに据えて逆水平、握った小橋連発で打っていきました。馬場さん、三沢としましてもあの切り返し技があれだけ封じられてちょっと焦りはありませんかね。そうですね、まあやろうとしたことは阻まれてしまうとね、やっぱり慌てはしますよね。そうですね、そのあたり三沢はどう捉えているんでありましょうか。とにかくチャンピオンの攻撃は冷静、やっぱり次の攻撃を考えてますよ。そうですね、エルボーで返した。さあ次の切り返しはどうだ、両足でカットして、さあ、あっと返された、あ、フネルソンの体勢、あ、フネルソンの体勢は、そのまま小橋の額をコーナーポストに当てました三沢。さあ三沢チャンス到来、スピンキックをかわされて顔面キック、顔面キック、小橋の顔面を捉えた三沢、ローリングエルボー、ここからが三沢の流れか。一発の切り返しにかけた三沢、そのローリングエルボーが小橋の顔面を捉えました。25分の声を聞きました日本武道館、60分日本勝負の三冠戦です。一発切り返した三沢も今ようやく体を起こしたところ、それだけ前半に受けたダメージがかなり溜まっております。場内は三沢コール、エプロンに小橋、助走をつけた三沢、エルボー、さあまた三沢が距離を測っている、ロープに飛んだ、飛んだ、トペエルボー、エルボー推進を打ちました三沢、ぐったりと倒れ込んでいます。チャンピオン小橋、小橋ぐっと試合の流れが三沢に傾きつつあります。前半戦は三沢のスタミナスリーパーホールドで奪うことに専念した小橋、
ただ一瞬の切り返しのローリングエルボーで試合の流れがガラッと変わっています。三沢がベルトを取れば183日ぶり、およそ半年ぶりの三冠体感になります。ニュートラコーナートップの三沢、エルボー、ダイビングエルボー。三沢はこのエルボーにかけます。小橋にはラリアットがあります。まだ小橋はそのラリアットを抜いていない。すでに勝負タイムが25分を超えています。60分一本勝負の三冠戦です。腕を取った、タイガードライバーの体勢だ。返して、あっと小橋がちょっと不自然な体勢で押した。エルボー下げるチョップ、エルボーで返した三沢、バックに回った、バックに回った、ジャーマン投げ捨て、勝負タックルのエルボーで迎撃。三沢に傾いた、三沢に傾いた、時代の流れも三沢に傾くのか。一気に追い込んだタイガードライバー、スリーカウント。相手の裏の読み合いが三冠戦だ。10番に入って小橋の打走が全て返されています。三沢が冷静に試合を読んでいる。まずタイガードライバーが一発出た。リング中央に倒れている小橋、さあ赤コーナーのトップに三沢が立った。ボディープレスを見せた、ツーカウント。コーナートップに立った三沢がそのまま全日マットのトップに返り咲くか、それを阻むか小橋。三沢が先に立ちます。ちょっと膝のあたりを気にしているか、それでもまだ攻撃の手は緩めない。もう一回全日マットの頂点に立つべく、三沢が赤コーナーのトップに立った。あーとネックブリーカー、トップロープからのネックブリーカー。小橋はこれを返す力がなかったか。まだ小橋はラリアットも、そしてあのアルゼンチンのバックリーカー式の垂直落下落としもありません。満場のファンが新しい真のトップをこの生まれる瞬間を見守っています。小橋がロープを掴んでなんとか立とうというところだ。その前に立ち上がるか三沢。小橋が背越しに三沢を見た。三沢突っ込んだ。おっとそのまま顔面がコーナーポストだ。アフレルソン投げっぱなし、一発形勢逆転か。小橋時代を取るか、チャンピオンの小橋が一気に時代をもぎ取るか、そしてその時代を守るか、チャレンジャーの三沢。さあニュートラルコーナーを手にしている小橋、30分の声を聞きました。勝利の女神が今行ったり来たり、どちらに微笑むのかまだ決めかねているようではあります。挟んで抱えて抱え上げることができるか小橋。60分日本勝負の三冠戦だ。コーナーポストそうだ、これは去年のこの三冠戦で終えた攻防 DDT。 さあアフネルソンからもう一回手を起こした、がっちり掴んだフルネルソンだ。フルネルソンスープレックス、急いで小橋が急いでカバーに入った。スーカウント、三沢にもまだ
企画は残っている。ウセノブ一気に掴むか、その時代ニューヒーロー誕生の瞬間はこの日本武道館に訪れるのか。高柳では切り返した、イルボーで返した三沢、あーラリアット、ラリアット巻きついた。さあ一気に畳み込むか、飛ばし抱えられた、抱えられた、抱えられた、オーラミッククラッシュ。さあ足を掴んだ三沢、返せるか、返した返した。時代は譲らん、三沢に座る。エルトと時代をかけています、小橋健太、エースの名をかけています、三沢サル。さあ勝利の女神は今小橋に微笑んだか。さあアルゼンチンバックメイクの体勢だ。あと三沢エルボーで返した、三沢エルボーで返した、ジャンピングに背後に割った、コーナーに据え付けた。さあこの瞬間やってくるのか、あのタックマッチさんがコールを奪った、アルゼンチンバックフリーカー式の垂直落下落としが、さあさあ行くか行くか、おっと伊沢返した、ラリアット、2発目ラリアット。さあカバーに行ってきます、伊沢返した。もう一回カバーに入った、今日ラリアットを2発見せました小橋。このアルゼンチンバックフリーカー式の垂直落下落としはまだ決められません。 DDT、 あっと額のあたりから落ちた。キラチンドロップ、そうです、この技もあの田上から初めて三冠を奪った時の技です。リングの中央で三沢がうつ伏せ、そしてニュートラルコーナーのトップに立っている小橋、何を持ってくるのか、何を持ってくるのか。あーギラチン、トップロープからギラチン、初めて三冠を取った時の技だ。カバーに入った小橋、返した返した返した、三沢もう一回カバー、小橋その時代へ取れないのか。分厚い壁になっています、三沢。さあこれからが始まりですと語っている小橋、その始まりの序曲となるか、今宵が革命記念日となるか。小橋ラリアット封じた、エルボー当たった、ラリアットブロックノアリン受け継ぎに。さあもう一回パワーボーの体勢だ。ニュートラルコーナーが気になるところだ、三沢こらえる、抱えられた、アウト、アウト、あ切り返された、この足切り返された、時代がひねられた、壮絶なる切り返し、コーナーポストへの直撃を狙った小橋、しかし三沢が切り返してコーナーポストに直撃は小橋です。勝負タイムが35分を超えました。小橋、三沢を休ますな、おい休ます、両雄ともに決めに行く技を持ってきてはおりますが、馬場さん、この35分を超えてもまだあと一手が両雄出せませんね。ずいぶん今までの試合から比べるとね、技は出るんですけども、その技の間隔が長いんですよね、はい、おお、なるほど、一気に成長、疲れてはいるんでしょうけども、畳みかける、その流れるような一連の攻防、それがね、やっぱり出ないですね。そうですね。さあ、チャンピオンの小橋は
一発起死回生を狙っているか。ああメルソンがエプロンだ。エルボー、三沢エルボー、ああエプロンだ、エプロン、ああタイガードライバー、超大いタイガードライバー、新しい時代の騎手が垂直落下をしていきました。とんでもない攻撃が出ました。そうですね、これは出ましたね。でも三沢もここで起き上がれないということはね、あんまり効果はないようにです。すごく素晴らしいものなんですけどもね、これをやって三沢が起き上がって小橋をリングの中に行ってどんどんと行くという、小橋は小橋で今度は自分の技を三沢に仕掛けてどんどん畳みかけていくというものがないと、そうですね、こうやってても解説にはしようがないですね。技を見てて、おお、すごいすごいとは思いますけどもね、もうこれで三沢が一気呵成に小橋を攻め込まれてはいけませんね。まず先に三沢がリングの中に戻りました。まあ、ですけども今三沢が仕掛けたんですけども、ですから小橋よりはダメージは少ないとは思いますけどもね、はいはい、さあ今ようやく小橋もリングの中に戻りました。なんとなんとエプロンから場外めがけてのタイガードライバーを見せました。とてつもなくデンジラスな技、それをもってしての時代を守ろうという三沢。ベルトを取れば名実ともにエースの座に復帰になります。小橋のダメージ、あっとうつ伏せに崩れ落ちます小橋健太。小橋の目がうつろになっています。その姿をしっかりと見つめているチャレンジャーの三沢。三沢立ち上がった。あっと小橋も本能で切り返します。逆水平、あっとローリングエルボー、振り向きざまエルボー、あーと一回転してのギラチン。小橋に返す力は残っているか、時代をもぎ取る力は残っているか。首根っこ掴んだ。さあ正統派タイガードライバーの体勢だ。あるいはタイガードライバー91を持っていくのか。捉える小橋、攻める三沢、タイガードライバー91。去年の全冠戦もこれで3冠と奪った。最後の最後の最後の切り札、三沢が出しました。背中でゴール、わあ、どうし返した、どうし返した。本能だけです。本能のみが小橋の肩を上げさせました。場内が一転して小橋コールに一色に包まれています。チャンピオンを見据えるチャレンジャーの三沢。助走つけた、ラリアット、ラリアット、エルボーのブロックをかいくぐったラリアット。40分経過、3発目のラリアットを見せました。起死回生の小橋健太、張って張ってなんとか三沢を手でカバー。三沢2で返します。今日放ったラリアットは三沢の攻撃を封じてのラリアット、盤石の形ではまだ入っておりません。三沢がタイガードライバー91までを出しました。裏を返せば小橋のチャンス。三沢は出すべき技を全部出しました。
ようやく立ち上がりました小橋。膝をついている三沢、ローリングの笠切り、ラリアットブロックされた、ローリングエルボー、おっとおっとおっと上がった、もう本能です、レスラーとしての本能、チャンピオンとしての本能、そして時代を取るという近く、小橋の肩をそれらが上げています。バックに待った三沢にこれが登っている、タイガースープレックス、タイガースープレックス、タイガースープレックス、なぜ君は返せるんだ、これだけの三沢の攻撃を返したレスラーはかつていません。この時点ではすでに三沢を超えている小橋、あとは小橋が決める技、ランニングエルボー、三沢我慢やった、もう小橋のスタミナが信じられませんね。そうですね、あのこれで小橋がね、その持ち直すという気力があるといいんですがね、はい、でそのチャンスはあると思うんですがね、これだけ、あの間隔が長いですからね、なるほど、まあ、それだけ両者疲れてはいるんですよ、それは確かにね、エルボー、これをブロックした、両肘でもこういう技が怖い三沢、スリーカウント、三沢両肘のエルボー、ダブルのエルボーでスリーカウントを奪いました。三沢第20代三冠チャンピオン誕生、あの高天日東京ドームで敗れて以来半年ぶり、83日ぶりに三冠のベルトを手にしました。ベルトを、そしてエースの座をしっかりと再び、その手中に収めました三沢光晴。時代取りを狙った小橋、その猛攻をはねのけて、43分29秒、両肘のエルボー、左肘、そして右肘、連発エルボーで三沢がホールを奪いました。小橋はご覧の表情、もちろん意識はないでしょう。一方勝った三沢も立ち上がることはできるんでありましょうか。三沢自身4回目の三冠ベルト戴冠になりました。第20代の三冠チャンピオン誕生、98年の三冠チャンピオンは三沢光晴で、来年度にもつれ込むことになりました。そして一気にベルトの時代を取り戻した三沢光晴、今年最後の三冠戦を制したのは三沢光晴。馬場さん、この時点で振り返りますと、やはりこの終盤の三沢の猛攻がすごかったことになりますね。エプロンからね、やっぱり小橋を投げたあれがやっぱりもうあそこで決まりましたね。その後の攻撃もなんとか跳ねのけた小橋ではあったんですが、最後の最後は切り札エルボー、しかも今日は両肘、左肘、右肘と打っていきました。まさに巨木が倒れ込むように小橋がスリーカウントを奪われています。第20代三冠チャンピオン三沢光晴が今年の年末最後の三冠戦で誕生しています。マットは再びこの三沢をチャンピオン、そしてエース、頂点として、最
最強タッグ、そして来年度以降の戦いにもつれ込むことになりました。しかし馬場さん、小橋もチャンピオンとして恥じない戦い方をしましたね。そうですね、三冠ヘビー級選手権、いや、いろいろ決まりました。さあ今そのベルトを取って、しかしこの若手2人に抱え込まれるようにして控え室に消えていきます。ジャイアントシリーズ最終日本武道館大会、小橋健太3度目の防衛は敗れました。第20代のチャンピオン三沢誕生です。これで4度目の三冠タイトル君臨ということになりました。厳しい試合でしたけれども、振り返ってください。振り返りたくないよね。三沢さんにしては珍しくですね、場外へのタイガードライバーというようなかなり危険な技も飛び出したんですけれども、いやいや、その前にハーフネルソンやられそうになったんでね、やっぱり僕ここはもっと俺も非常になんなきゃいけないなっていう、もう本当余裕がなかったって言ったら本当それまでですけどね、本当そのぐらいの気持ちだったですよね。この試合を迎える前に小橋さんにタグ戦とはいえフォールを奪われたりして、非常に厳しい状況で臨んだ試合だったと思うんですが、そういう覚悟はもちろんあった。そうですね、だから体調的にはもう完全に戻ったわけじゃなかったんでね、やっぱり自分自身にすごい不安があったんで、だから小橋にと相手にっていうか、本当自分の中にね不安がすごいあったんで、それをだから打ち消すのが本当大変だったんですよね。それはもう一つ、ドーム大会以来の久々の三冠戦っていうのもありましたか。そうですね、それはもちろんありましたしね、だからもう本当気持ちをね、今日までこう気持ちを盛り上げるのが一番大変だったんでね、だから負けたね
タッグで負けたことは負けたことでもその日にも忘れようと思って やってきたんでね、きつかったですね、やっぱでも本当に。小林さんが休んでいる間に三冠チャンピオンに乗ってこの下半期のですね全日本プロレスをかなり盛り上げてその中心になってきた小林さんを相手に戦ったわけですが、その小林さんにも一言お願いしたいんですが、小林さんもねこれでくじける人間ではないしねと思ってますし、俺もねチャンピオンになったからねもっともっと頑張らなきゃいけないし、だから小林ももっともっと頑張ってほしいという気持ちはまあ今日やってね大きくなりましたね。以前チャンピオンだった小林さんを倒した時と比べて今回のチャンピオンの小林さんっていうのはどうでしたか。いやきつかったですね、もうその一言でしか浮かばないですね。で今日はですね久々にもう昼間からたくさんのお客さんが並んでドームじゃなくて武道館のチケットも完売だったんですけれども、そのファンの皆さんに締めくくりの一言を三冠チャンピオンとしてお願いします。そうですね、本当だから小林と俺の試合をね期待してくれた、期待して来てくれたって本当嬉しいことだしね、その期待に応えなきゃいけないっていうのは本当今日すごい 思いましたし、今日の試合がいい試合だったかどうかっていうのは僕本人なんでわからないですけども、ただもっとねそのお客さんのためにねもっともっと全日本を面白くっていうか、みんなみんなもっと頑張るようにやっていきたいと思います。本当本当すごいね、本当応援だったんですごい本当嬉しかったんですよね。だから中途半端だった気持ちがね、ああ不安だっていう気持ちは本当リング上がって打ち消されたというかね、ファンのおかげで本当それは本当あったんでね、本当今日は本当感謝してます。いつも大事な試合の後が大切だって言ってるんで99年も期待してます。そうですね、もう次ももっとねお客さんもっと今日より入れなきゃいけないんで、そのためにももっと頑張ります。ありがとうございます。どうもありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。